リンプは？リンプはチョコレート買って、中3の時にリゾーツメイバリューが発売された。チョコレートスターフィッシュの前って何でしたっけ？シグニフィカンダガえ？シグニフィカンダガそんな名前だったっけ？超名盤だわ超名盤だわ日本が大嫌いだったもんこのアルバムのせいですごすぎて、ちょっとこのパワーがこの時にあのプロレスラーがニュージョークの近くなんで WWE のローリーのボールボールローリーなんか知ってるな、それその時もギリギリあのまだギリギリとどまりましたけどバンズの上に長い突きソックス履きそうになってました危なかったね友達的ねえよレネゲイズはあのその時金がなかったんでブックオフで資料収集してたんですよちょっと新品で買ってレネゲイズは新品で買って一番好きなバンズグルーヴハンバーガーですね、この頃の。いやだって、ベース、ギター、ドラム、ボーカル、この4人だけで全てが調和したんですよ。いや、ミクスチャー全盛期全盛期 POD とかあれがバンドクレイジータウンあの、女のタオルクレイジータウン聞いたわちょっと大学の時もミクスチャーやるの恥ずかしいからめっちゃかっこよかったですけどね、あの当時はもうあの当時は音楽イコールもうミックスじゃなで日本の曲超ダセーと思ったラウドロックだろ、ゴリゴリだろって大悟集計が撮ってないですよ聞いたなですねあ、そうマイブラもうね、マイブラとかもう集計だと他何やるのまあ、あのジーザス&メリーチェーンとかライドとかクライマルスクリーンは聞いてましたけどクライマルスクリーンはね、集計だとないんだよねそうですね、あのスワスティックアイズって曲が好きですあれは完全にダンスミュージックあいつらはアルバムいうことでも全然違うからその塾を返すときに、ね、全く同じ選手ですよ、レディオヘッドちょうどその時ベストが出たんですよこれ買った方がいい先生すげえな買いますっつって買ったんですよ、少ない金を貯めてそしたらなんか、なんだこれだでもあの時、聞く音楽がなんじゃこれやじゃん未知の素朴ばっかりじゃんなんじゃこりゃやすよ俺の、なんだその今までの経験じゃもう処理しきれねえよみたいな今の音楽やったらもう知ってるよ、知ってるよってドラゴンナイトとかこういうのとかでも全く未知の音楽だったから楽しかったね、うん、それこそ本当ほっすごいいろんなバンド聴いてみようってなりましたし多分時期が、今はわかんないけど時期が来たら多分わかるようになるだろうなみたいな確かに、そのプライマルのベースとも高校終わりぐらいになって聴いたら音楽って筋肉だから何名言なんかいろんなものを聞いていったらだんだん分かるようになってくるんだよレディフェットのオーケーコンピューター聞いた時にあときっとで、はい、俺多分今じゃ俺は分かんねえ大したりってねえし多分経て何年後かにいいと思うんだろうなこれとかそれは思えるんですよもう僕はもうプライマルスクリーン嫌いだってなんか曲が全部違う曲なんですよ、うん、言ったらあのジャンル違うじゃないですか曲がそれってでもすごいことですすごいことだよ今考えたらいやでも感謝ですよいろんなそういう人教えてくれる人がいてあ確かにねもしあそこで教えてくれる人がいなかったら僕はこれあこういうねドラゴンナイトハッピーエンドとかはやっぱり逆に外人は作れないですよ、あの曲は作れないね、ハッピーエンド吉田拓郎とかも絶対外人は作れない、ね、絶対てかあの辺はすごいよ、井上陽水とかあの辺も、井上陽水が超独創的じゃんやばいですね、あれはもうあれは日本のもんだよね最後のニュースみたいな曲作れるようなやつはできたら僕は評価します最後のニュースはね、すごいあれを今のやつらが作れるとは思えないあれ、シューゲイザーだからね何がすごいってメッセージ出てるじゃないですかでも入ってこないですよ、メッセージしかも字余りしてるし同進行やばいっすからね泥臭くないノブディランカで闇に沈むから始まるそんな闇から始まる闇から始まるが歌ねえだろ、ほとんどが満を持して始まるやつだ
しかも朝聞いても夜聞いても昼聞いてもいい。全部あるよ。葬式に流してもおかしくない。もう葬式の流してもおかしくないし、ありがとうございます。出産の時に流してもおかしくない。あれ知らないやつかわいそうですね。知らないでしょ。ペットショップボーイズのインスパイアがコスタダピンボーだ。ペットショップボーイズに注目してるやつはね、俺の知る中で第5くらいしかいない。ギターそれ上くれてる。確かにそうじゃねえ。あんま主張してこない。敗戦国なんだやっぱり。今の音楽見ても敗戦国なんだ。今の音楽はニッキーロメロに金が入るのってんだ。そうだよね。だって結局もうパクリじゃんね、向こうの。なんでダンスミュージックあんなパクってんだよ。だってサカナクションが新しいとか言ってんの。新しくもなんともねえから。いやだから日本ってある意味まあ思いたいんだね。ゲスの極み乙女とか言ってますよ。どこがゲスなんだよ。全然ゲスじゃねえから。俺の鍋ションメンを見てから言えよ。ゲロオムレツ見てから言え。あれがゲスだろうが。Because films.